筋肉ってここからここまでくっついてるんですよ。でね、ここをしっかり緩めてあげるとかなり効果的なんですね。で、私がわざわざ説明するってことは、そう、痛いんですか、ね。モンゼ生態三つの子の時間がやってまいりました。皆さんね、大体ね、こうやってね、ここの場所がね、皆さんやっぱり一番やってほしい場所なんですね。で、この場所をね、しっかりやってもらうとね、やっぱり痛みが取れます。あ、今ね、横でね、ザブザブ言ってるのは部屋の中で ね、掃除機が回ってる音です。そんなね、隙間時間を使ってこのね、 YouTube のね、動画編集をやってますから、まあそのね、あのピーピーって音が鳴るまでもちょっと付き合ってもらえたらな、なんて思ってます。でやっぱりね、ここの場所がね、腰痛や膝痛、大臀筋、梨状筋、梨状、大臀筋のところの付け根になりますから、まあ、大腿骨骨頭とか大腿骨の付け根と骨盤が使うところを僕の肉叩きハンマーの肘でゴリ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 押すわけですよ。そうすることによってね、やっぱりね、硬い場所をね、しっかり緩めていくことができるんですね。で、ここのね、場所をね、あえてね、指でも押さえていきます。これね、ちょっと昔のやり方になっているので、最新式のやり方は令和3年版なんかアマゾンじゃないけどね、そんなね、やり方はね、もっともっとね、痛みのね、度数が把握的にね、飛躍的にアップしてます。なんでかって言ったら、みんなやっぱりね、痛めつけてほしい人が多いからなんだよね。うちの店は、いやいや違う、楽になりたい人が多いから、まあいいや、もううちはモルモットが多いね、とりあえず痛めつけて先生とか言って、できちゃったらもう先生痛いけど、もう予約取りにくいけど、また来ちゃいました3ヶ月以内にとかね、言っちゃうんです。あ、ご存じない方はおられるかもしれませんが、うちの店は3ヶ月来なかったら1日でも過ぎちゃうと罰金が発生するね、そんなやらしい生態の店なんですよ。何ですかそれって、いや、いついつ来いよとは私絶対言わないんですけど、3ヶ月来なかったら罰金が発生するよ、じゃあね、あとは考えてっていう、そんなね、何、塩対応なね、お店なんですよね。だからね、ハマる人はハマるし、3ヶ月で来れなかったって言ったら悔しくなっちゃうんですよね。またまたやらしい考え方のお店、本当に。で、ほら、終わったら、まあ、とりあえず、あの背中とか終わったら、ほら、足軽そうって言って動いてるでしょ。これがね、うちの門前生態三つの子のいい場所なんですね。ガチャガチャガチャってまた動かしながらこうやってやっていってますけれども、ここがね、やっぱりね、強さがね、取れるといいんですね。じゃあちょっとね、これが反応、逆台ね、反応ちょっと見てみましょう。いい反応されてたんですけれども、まあ見慣れた光景ですから、まあそろそろまたね、私のね、声でね、楽しんでいただこうかななんて思っております。で、ここをね、やっぱり刺激してあげるとね、やっぱり膝とか腰痛とかに効くんですよね。なのでね、この場所をしっかり押さえてあげるっていうのがやっぱり効果的なんですけどもね、自分でね、するバージョンはね、今ね、最近私がね、こうやってみてみたいなんで、ここのね、押さえ方をね、またあの自分で動画撮って、やっていこうと思ってますから、参考にしていただければいいんじゃないかななんて思ってますね。で、今のね、やり方、このね、この動画のやり方はね、本当に古いやり方で、今の新しい悶絶生態 MAX2 とかいうやり方は、このやり方前からこう、あの攻撃してるんですけれども、痛みつけてるんですけど、これがね、お客さんの後ろ側に回って押さえる方法だったりとか、大腿外側抗筋って言ってね、足の外側の筋肉をね、痛めつけたりとか、大腿直筋っていう場所を痛めつけたりとか、いろんな新しい、こうでもない、ああでもない、そうでもないみたいなところまでね、しっかり痛めつけちゃうんですね。で、この前もね、先生遊んでるでしょうなんていうふうに言われちゃったんですけど、この前お客さんに、いや、その通りですよ。私なんか人を痛めつけるためだけ趣味で生きてる人間ですから、痛めつけ
痛めつけてもらうために皆さんお金払いに来てるんですよ。知ってましたか？でもね、それでね、先生、それだ、終わった後がすごい気持ちいい、なんていう風にね、来られるんですよね。だからね、ここ終わった後ってね、ほら、うつ伏せになっていただくんですけれども、そうなったらね、ああ、解放的な疲れが取れますっていう風な言葉が今から言われると思います。さすが悶絶整体なんですけどもね。じゃあ、こんな感じでした。またね、このね、動画を楽しみにしていただければね、幸いです。こっからね、ああ、先生、楽ちんだっていう風な動画がガチャガチャ動かされますから、まあ、そこまで付き合って見ていきましょう。で、背中を押さえて、ほら、楽になりましたよね。ほら、足の疲れが、背中の疲れが来てたんですよっていう風になってるんですよっていう風なことを同じように喋ってると思いますから、これをね、また体験したい人は、ぜひ、奈良の悶絶整体三つの分まで覚悟を決めてきてくださいね。さあ、ここから背中の動画が始まりますが、これからはまた次回の動画に変えていきます。じゃあ、また、悶絶整体と、三つの分動画見てね。いいねとかまたね、よろしくね。じゃあね、またね、バイバイ。